エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はパソコンがなくても絵が描けるペンタブレットマジックドローイングパッドをレビューします。この製品はペンタブメーカーの XP ペンが作ったお絵描きに特化した Android タブレットで、 iPad のようにパソコンがなくても絵が描けるだけでなく、なんと私が使っている iPad Pro の半額以下で最新の筆圧感知16000に対応したペンや会心、手袋、保護ケースなど、これ1台でお絵描きに必要なものが全部揃ってしまう絵を描く人に嬉しい製品になります。もちろんお絵描きだけでなく、ちゃんとゲームで遊べるくらいの性能もあって、普通のタブレットとしても使いやすそうなので、今回は液タブや iPad Pro とも比較しつつ、いいところ、気になるところを詳しくレビューしてみたいと思います。さらに今回はあの原神のおよフェアさんと XP ペンさんのコラボ企画で、マジックドローイングパッドがもらえるイラストコンテストや、購入した人に原神グッズが当たるキャンペーンが行われ、私も実際にマジックドローイングパッドで原神の絵を描いてみたいと思います。この製品が欲しい、気になると思った人は、ぜひコンテストにも参加してみてください。それでは行ってみましょう。本体はアルミ製の落ち着いたネイビーで、左側に電源ボタン、上側に音量調整ボタン、右側に充電用の USB-C とマイクロ SD カードスロットがついています。裏側にカメラがついているので、自分の手や人形など絵の資料も簡単に撮影できます。画面は 12.2 インチで、iPad Pro 12.9 インチとほぼ同じ大きさです。スピーカーが左右に4つついているところや、インカメラが顔認証に対応しているところも似ていますが、 iPad よりも 100g くらい軽いので、大きさの割に軽くて持ちやすいです。お絵描き用のペンも最初からついています。 iPad の Apple Pencil は別売りで2万円くらいするので、無料でペンがついているのは嬉しいです。さらに2種類の返信やお絵描き用の手袋、ペンを収納できる丈夫なケースまでついていて、至れり尽くせりな感じです。ペンはケースの裏にしっかり固定されて、机に置いてもペンが傷つかない作りなので、安心して持ち運べそうです。ペンはスリムタイプで、横のボタンに好きな機能を設定できます。形が iPad のペンとほぼ一緒で、 Apple Pencil や鉛筆用のグリップが使えるので、細いペンが苦手な人はグリップをつけると良さそうです。 Apple Pencil との違いは、充電不要で電池切れを気にせずに使えるところです。電池がない分軽くて持ちやすいのも嬉しいです。それでは実際に使ってみたいと思います。OS は Android の12で、本体の性能はすごく高くはないですが、動きがスムーズでアプリの起動も早いので、お絵描きや普段使いで困ることはなさそうです。画面も高色域、高解像度、ローブルーライトで見やすくて綺麗だと思います。画面の比率が3対2で、普通のタブレットより作業スペースが広いのも嬉しいです。画面の質感がパソコンの液タブと似ていて、アンチグレアで映り込みや指紋が目立ちにくいし、サラサラしていてペンや指を動かしやすいです。普通のタブレットの画面は光沢があって色は綺麗ですが、写り込みがきつかったり、ペンがツルツル滑りやすく、別売りのフィルムを貼らないと描きにくいことがあるので、最初からお絵描きしやすくなっているのは嬉しいです。ただアンチグレアは画面が少し白っぽくなるので、描いた絵を別の画面で見ると色が濃く見えることがあります。パソコンと液タブで描くときは、パソコンのモニターで色を確認しながら描けるので気になりませんが、タブレットだけで描くときは、たまにスマホなど別の画面でも絵を表示してみて色を確認しながら描くと良さそうです。この製品は初期設定で画面が横向き表示になっているので、縦向きで使いたい人は画面の上からスワイプで設定を出して、画面のロックを解除すると縦向きでも使えます。それから設定アプリでダブルタップしてスリープ解除をオンにすると、画面をタップするだけでスリープ解除できて快適です。お絵描きアプリは最初から入っているので、液タブのようにパソコンとケーブルをつないで自分でお絵描きアプリを入れたり、いろいろ設定しなくてもすぐにお絵描きを始められるのはお手軽でいいと思います。購入特典で公式サイトからアイビスペイントの有料版3ヶ月分ももらえます。もちろん普通の Android タブレットと同じように自分の好きなアプリも入れられるので、試しにいつも使っているクリップスタジオを入れてみましたが、そちらも問題なく使えました。画面分割もできるので、片方に資料アプリを出すこともできます。
できます。原神のような 3D ゲームも画質を落とせば結構サクサク動くので、お絵かきや普段使いで困ることはなさそうです。ただ処理の重たいアプリを何時間も無理に使うと発熱で壊れやすくなるかもしれないので、普通にお絵かきメインで使うのがいいと思います。ペンタブは机に平置きで使うと画面を見下ろして首が疲れたり、照明が反射して画面が見えにくくなるので、別売りのタブレットスタンドで角度をつけるのがおすすめです。それでは実際に書いてみたいと思います。いろんなアプリで軽く試し書きしてみましたが、特に大きな遅延もなく普通に書きやすいと思います。アプリによって線が書かれる速度に差があるので、アプリとの相性もありそうですが、私が使っているクリップスタジオでは特に問題なさそうでした。軽い筆なら高性能な iPad Pro と比べても同じくらい遅延が少なくてすごいです。性能がすごく高いわけではないので、処理の重たい筆を多用したり、高解像度でレイヤーを何枚も重ねるような使い方には向かないと思いますが、 3D のデッサン人形をたくさん置いてもそこまで重くならないし、普通にお絵かきするのに十分な性能があると思います。処理の軽いノートアプリだとほぼ遅延がないので、手書きメモや勉強にも使いやすそうです。お絵かき用のペンなので、ペン先が細くて線がペン先で隠れにくいし、視差がほとんどないので線を延長したり線と線をつないだりもしやすいです。iPad Pro や液タブと同じようにペンを浮かせてカーソル操作もできます。画面の端の方でカーソルがペン先よりも少し手前で止まることがありますが、画面に触れるとちゃんとペン先のところが反応するので、ボタンを押し間違えることも少ないと思います。ペンの性能が最新のパソコンの液タブと一緒なので、ペンの筆圧をシュッと抜くような入り抜きも綺麗に出せるし、線がガタガタするジッターも気にならないです。本荷重が軽めであまり力を入れなくても書けるので、筆圧が弱めの人でも書きやすいと思います。メーカー非推奨ですが、液タブの太いペンも使えました。ペンの使用中に画面に手が当たるとたまにタッチ操作が誤作動するので、絵を描くときは付属の手袋を使うか、画面の上からスワイプで手書きタッチをオフにすると書きやすいです。傾き検知には対応していないようなので、 iPad や液タブのようにペンを傾けて線の太さを調整することはできません。私は線の太さを筆圧で調整するので傾き検知がないのは気になりませんでしたが、傾き検知がないとペンを大きく傾けた時にカーソルがずれて見えることもあるので、ペンを傾けて書く人は注意してください。カーソルの見え方はペンの持ち方や画面を見下ろす角度で変わるので、気になる人は設定アプリで調整するといいと思います。それ以外は特に気になることもなく、普通に書きやすいし、液タブみたいにペンを充電しなくてもいいのでとても快適です。 XP ペンの製品は家電量販店でお試しできるので、気になる人はぜひ使ってみてください。それでは実際にイラストを描いてみます。今回は原神のオヨフェアさんと XP ペンさんがマジックドローイングパッドがもらえるイラストコンテストを開催中なので、私も原神のイラストを描いてみたいと思います。コンテストのお題は、原神のキャラが現代にいたらどんな職業に就くのかというわけで、ここからはイラストメイキングをご覧いただきながら、この製品のいいところ、気になるところを話したいと思います。まずいいところですが、お絵かきだけでなく普通のタブレットとしても使いやすいところです。安いタブレットは性能が低くて動きが遅かったり使いにくいことがありますが、この製品は普段使いに十分な性能があって、ちゃんとお絵かき以外にも使えるのが良かったです。スピーカーが4つついていて結構しっかりした音も鳴るので、お絵かきの合間に動画を見たり、ストレージ容量も 256GB と多めで、 SD カードで後から追加もできるので容量不足を気にせずにいろんなアプリを楽しめると思います。動作も安定していて、イラストを1枚描いた限りではペンが途中で反応しなくなったり、アプリが落ちることもなかったです。左手デバイスのタブメイトやテンキーなども使えるので、試しにタブメイトを使ってみましたが、よく使う機能を手元で操作できてとても快適にお絵かきできました。バッテリーが長持ちなので作業中にバッテリー切れで困ることもなかったです。ただ充電時間が長めなので寝る前に充電するのが良さそうです。いいところ2
つ目はペンの維持費が安いところです。ペン先は消耗品なので定期的に交換が必要ですが、替えのペン先が1本たったの75円で、アップルペンシルのペン先1本の値段で9本買えるので、ペン先の消耗を気にせずにたくさんお絵かきできるのは嬉しいです。最初から予備のペン先がたくさんついているのも親切だと思います。いいところ3つ目は画面が大きくて作業しやすいところです。私は画面が大きい方が絵を大きく表示できて描きやすいので、 iPad も一番大きな 12.9 インチを使っていますが、タブレットは10インチ前後のものが多くて、大画面のものは選択肢が少なかったり価格も高くなってしまうので、 iPad Pro の半額以下で同じくらいの大きさのタブレットが買えるのは個人的に嬉しいポイントかなと思います。次に気になるところですが、 OS が Android の12で少し前のバージョンなので、最新の OS が使いたい人は気になるかもしれません。今のところほとんどのアプリが12でも使えるし、お絵かきアプリはもっと古い OS でも動くので、お絵かきタブレットとしては問題ないと思いますが、他に使いたいアプリがある人は12でも動くのか確認してみてください。それ以外は気になることもなく使いやすいお絵かきタブレットだと思います。この製品が向いていそうな人はパソコンを持っていないお絵かき初心者の人や、私のようにパソコンと液タブを使っていて気軽に持ち運べるサブのお絵かきタブレットを探している人にも良さそうな製品だと思います。私はサブのお絵かきタブレットに iPad Pro 12.9 インチを使っていて、高性能で不満はないのですが、ほとんどお絵かきにしか使わないので、せっかくの性能を活かせていないし、ペンやフィルムなどをいろいろ買って20万円くらいかかったので、サブのお絵かきタブレットにそこまでお金をかけたくない人や、パソコンでやるような重たい作業をタブレットでやらない人には、マジックドローイングパッドのようなお絵かきタブレットがちょうどいい選択肢になるのかなと思います。ペンの傾き検知など iPad Pro や液タブの方が優れているところもありますが、 iPad Pro の半額以下でお絵かきに必要なものが全部揃うのはなかなかコスパが高いと思うので、よかったら参考にしてみてください。というわけでイラストが完成しました。スイーツ好きのフリーナちゃんが現代でパティシエになった絵を描いてみました。イラストコンテストに入賞するとマジックドローイングパッドなどの豪華商品がもらえるので、皆さんもぜひイラストを描いて応募してみてください。今回紹介した製品やコンテストの詳細は動画の概要欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。